はい。えっ、ー、と、冒険家の皆さん、えー、おはようございます。えー、ちょっと、今日はですね、あのー、スターワックスで話をしてますので、ちょっとこういうマスクとかもしてます。すいません。はい。えっ、ー、と、このビデオは、えぇ、ー、JFND の行動中心アプローチの、えー、2回目のですね、えー、第2週のビデオです。えー、このビデオでは CDS を作る、えぇ、ー、Candoo Statement のリストを作る、えー、そのことについてお話をし,したいと思います。えー、実際の授業は12月の22日ですね。 それからこのプレゼンはこちらの URL でご覧になることができます。はい。えっ、ー、と、で、今週の目標はですね、えー、線形モデル以外の学びの例を説明できるっていうことですね。え、で、それから、えー、コードリストの難しさを2つの視点で考えて自分が教えたいレベルを特定できるってことですね。A1、A2、B1、B2 とかそういうのです。え、で、課題としては、あの、 えっと、コードリストってもう先週作ってもらいましたよね。それをこの CDS、キャンドルステートメントのリストに、えー、書き換えることができるって。これがその課題と、えー、したいと思います。で、それはコースの、あの、要するにですね、行動ドリストはそのままではコースの内容にはできません。あの、レベルが一定じゃないからね。えー、で,で、ですけど、それをですね、あの、コースの内容、コースのシラバスとして、えー、作ることができるということを目指したいと思います。 ええと、お、つまっとちゃうごめんなさい、ごめんなさい。はい。えーとですね。うん。はい。で、ええー、とですね。あの、まずその、リニアモデルっていうのは線形モデル。あの、一本の線の上に物がたくさんつながっているようなものですね。で、それが従来の考え方です。で、知識の積み上げ、文系の積み上げ。こういうものがリニアモデル、線形モデルですね。で、こういう時にとても大切にされるのが、す、あの、もう勉強したことなのか。 それとも、未就、まだ勉強していないことなんか、それを、えー、厳密に区別する、えー、厳しく分けるということですね。それがとても必要になってきます。で、それから、あの、積み上げなので、途中のこの辺がですね、ダメだと、その上が全部ダメになってしまいますね。なので、えー、一つのミスが致命傷になってしまいます。えー、一つの課でわからないと、まあ、例えばですね、手形が分からなくなっちゃったら、その後の、えー、手はいきませんとか、手もいいですとか、 そういうのが全部分からなくなってしまいます。えー、一方最近はですね、このスパイラルモデル、えー、螺旋的に登っていく。これがスパイラルですね。えー、こうやって螺旋状に登っていく感じ。で、同じところをと何回も通りながらゆっくり登っていく。そういう形があの中心になっていて、その行動通信アプローチの丸ごととか彩りとかそういう教科書でもこの考え方が、えー、採用されています。 で、この非線形モデルには他にもいろんなパターンがあってですね、えー、進むっていうものからこの広がるっていうパターンのものがありますね。これが広がるパターン。で、これはあの、えー、サー・ケン・ロビンソンですよね。えー、彼のあの、とても有名な、えー、あの、テッドトークがあります。えー、その中にも彼はですね、えー、人生は線形ではなくてもっと有機的なんだ。えー、というふうに言っています。えー あの、これもこの、あの、非線形モデルとして、あの、とても参考になる考え方だと思いますね。あともう一つは、この先行シラバスと後行シラバスっていうのがあります。先行シラバスは英語で言うと、このプライオリシラ,シラバスですね。で、要するにコースの前に何を教えるのかが決まっています。で、これはあの、 ま、このコースではこのみんなの日本語についてちょっと批判的に話をしていますけど、それだけではなくて、丸ごととか彩りも全部先行シラバスですね。はい。で、一方でその高校シラバス、これですね。えー、ポステリオリ、えー、シラバス、えー。これはあの、コースの前に決めるのはどんな活動をするかってことですね。まあ、例えばフリートーキングしましょうとかね、えー、プロジェクトベースラーニングとか、コンテンツベースラングウェイジラーニングとかね。 えー、そういうのはコースの前に決めますけど、その活動で結果的に何が学ばれるのか、何を学ぶのかっていうのは、あのコースの前には分からない。後から分かるっていうわけですね。あのフリートーキングの時なんかも分かりますよね。えー、皆さんその、えー、どんなトピックについて話すのかは、その、あの、前もって分かりません。で、その、でも話した後で、あ今日はこんな単語を新しく覚えた、というふうに、えー あの、わかるわけですよね。その話をした後でどんな言葉を覚えたかわかる。それもこの高校シラバスというものですね。で、このようにその線形シラバス以外にも、あの、とてもいろな、あの、日本語教育の考え方がありますので、ぜ、え、ひ、ー、皆さんも参考にしてみてください。はい。それでは、えー、と、このビデオはここまでになります。